こういった場面がどんどん増えておる。じゃが、こういう欠けている状況もここまでじゃ。ビルビーはもうそれを元に戻しておるだろう。常識を覆して人類の考えを超えて。こんな短時間で工房をもう一つ作ってみせるとは。しかしこの規模は必要ないように思うが。おや、驚いてるみたいだね。落成までまだまだ遠いけど。確かに汝があれらの基地を作った時、その進捗はこの工房よりもずっと驚くほどじゃった。そしてもっと厳密じゃった。十分な権限がなければ、おそらくその中から何かを持ち去ることは不可能じゃろう。だから何事にも二面性があるんだよ。しかし、君は恐ろしいね、さくら。なんというのかな、暗殺者の癖かな。仲間の労働の成果を見たときに、真っ先に考えることが、どう対応するかだなんてね。これは何時？いいな。彼女から得た教訓じゃ。専門家、彼女のことだね。昔のように彼女に整備してほしい武装でもあるの？それならタイミングが悪かったね。彼女は眠りについたばかりだから。わらわが何のために来たか、汝は知っているはずじゃ。
おや、わかった、わかったよ。君の興味をかきたてるようなものはなかったのかな。いいよ、持ち主に返す時が来た。私は武器に関する思考を一度も担当していないんだけど、だからかな。それが修復された姿を見て、私も多少なりとも驚きを感じたんだよ。第三の神の鍵、専門家の初期の作品だからデザインは保守的なんだけどね。そのランダムなご機嫌システムは確かに奇想天外と言えるけど、残念ながらもう楽園の中では形を変えなくなった。だからこそ修復する価値があるのじゃ。おや、そうなの？君が戦闘中に7つの形態を自由に切り替える姿の方が驚きという言葉に合ってると思うけどね。でも余計なお世話だけど、さくら、それを使って何をしようとしてるの？それはもともとわらわの武器じゃ、余計な目的など不要じゃろ。うん、でもこの刀、君は特殊な任務をこなす時にのみ使用するって聞いたんだけど、例えば裏切り者の始末とか、もしくは。それも必要な任務じゃ。必要か。いいんだ、私も聞いてみただけだから。君から借りたそれを実験に使って事故を引き起こしたのも一応私の問題だし。でもちゃんと返すよ。君も知ってると思うけど、私にとって多くの場合、驚きは責任よりもずっと重要だから。さあ受け取って。いや、ビルビー、まだ本当の意味で完成しておらぬ。おや？一時的な代用品だったんだね。ああ、なるほど。君は そうだね。こうすることでやっと本当の意味で修復完了と言える。専門家の設計、そしてあの人の戒律も。そうだね、君があの戒律も共に戻したいと考えるとは、本当に想像もしなかったよ。例の剣を知っているじゃろ。君がそれを使った時の記憶を中に封じて、鞘から抜かれる際にその一部を放ち、刀を振るう君に倍のプレッシャーを感じさせる。仲間を守るためにアポニアも結構苦心したんだね。では、君が、そして私自身も、これから願いが叶うことを祈ろう。知っておるか、ビルビー。わらわは最近、
ずっと疑問に思っていることがある。おや？わらわの夢の中で泣いている少女は一体何者じゃ？その憎しみはどこから来ているのじゃろうか。今ならようやく知ることができる。拡散し始めたわね。影に隠れて動き出そうとしてる陰謀の気配が。どうやら今回私は一位にはなれないみたいね。ラットさんのおかげだわ。今度の実験ではきちんと可愛がってあげなくちゃ。エリシアの記憶空間利用しないともったいないでしょ。私と同じような人も行動を始めたようね。あら、今の気配、あなただったの。こそこそして何を探してるのかしら、戦後。あなたってば、挨拶の仕方が独特よね、戦後。こそこそ俺の後をついてきて、お前は死にたいのか。あら、昔話よ。あなたの故郷の話をしたいだけかもしれないでしょ。いいだろう。死に急ぐお前に付き合ってやる。実験体のくせに。その価値はあるのか。灰にして鱗一つ残さないようにしてやる。はあ、だから嫌いなのよ。暴力しか使わないなんて小動物と何の違いがあるというの。前回お前を殺した時の感触、俺はまだ覚えてるぞ。
もう一度体験したいのか？前回？あんなの実験の一部に過ぎないわ。まさか私があなたのお遊びに付き合えるほど暇だってそう思ってないでしょうね。それとも私たちでさえ初めて見たこのとこしえの楽園で何か思いついたの？戦後？それはお前だ、メビウス。一日中コソコソして。いいえ、お前は何がしたいんだ？あら、ちゃんと観察できてたのね。どうやらあなたはバカよりは少し賢いようね。俺の目と耳が腐ってると思ってるのか？お前が数万年かけて用意した計画があの律者のせいで台無しになったことを知らない奴がいるとでも？お前が哀れにも地べたを張って屈辱で泣きながら見苦しい失敗を迎えたことを知らない奴がいると思ってるのか？この目で見ることができなかったのは実に残念だ。だが俺にはわかる。お前は教訓など得ない。ただの一度も闇に隠れて時期を待つ。それが蛇の大箱だ。そうだろ？驚いたわ。あなたの頭はただのお飾りだってずっとそう思ってた。あなたも首の上にある器官を使って考えることができるのね。じゃあどうしてあの石と共に落ちた時は何もかも忘れてしまったの？ねえ、怒った？あら、焦ってる焦ってる。何？文明人のふりをやめたの？私の口を封じたくなった？自信満々だな、メビウス。焦り、そしてそういうふりとやらをやめたやつとは一体どいつだ？そんな幼稚な挑発をしてお前は俺に誰を殺させたいんだ？俺の目と耳はちゃんと機能してる。ましてや俺はバカではない。この楽園はお前の復讐の舞台にされたに過ぎない。今お前はようやく仲良しのふりをやめ思い切り汚い手段を使えるようになった。だが戦後はお前に利用されることはない。とはいえお前が失敗した後の集大を見るのはいい暇つぶしになりそうだ。仲良し？あなたって本当に変な誤解をしてるわね、戦後。私たちは最初から仲間じゃない。仲良しのふりをする必要があるのは誰だと思う？十三英傑？そんなもの本当に存在してるの？私たちは最初からこんなにバラバラなのにね。ヘビがあなたを食べちゃうわよ。